伊坂信彦君。委員長。伊坂君。神戸から参りました立憲民主党の伊坂信彦です。本日は質問の機会をいただきまして本当にありがとうございます。まず首都機能のクラウド化について伺います。昨年の3月第6期の科学技術イノベーション基本計画が策定をされました。これは科学技術基本法から25年ぶりに科学技術イノベーション基本法となって初めての基本計画、イノベーションを新しい柱に位置づけたところが最大のポイントであります。どのような方向性のイノベーションか、配布資料を1枚めくって資料2のページをご覧ください。中段にある我が国が目指す社会ソサイエティ 5.0 の日本柱の一つ、左側が持続可能で強靭な社会であります。災害や感染症などの脅威に備えましょうと書いてある。そのために必要な政策は左下、持続可能で強靭な社会への変革、括弧1に政府のデジタル化、そして括弧5にスマートシティと2つのことが別々に書かれてあります。このスマートシティとはどういうものか、配布資料1枚戻して資料丸1をご覧ください。現在政府は2025年に向けて100の地域で都市 OS を実装する目標を掲げています。都市 OS というのは、スマホやパソコンの OS と同じく、都市サービスを実装するための共通の土台であります。つまり、単に各地でバラバラにデジタル技術を使って新しい都市サービスを開発するのデジタル化ではなくて、まず共通の都市 OS を敷いて、その上にどの都市でも使える横展開可能な形で都市サービスを立ち上げましょうということであります。翻ってこの我々の永田町霞が関には日本の首都機能の中枢が集まっています。私は今議員運営委員会で国会のオンライン化などを議論しておりますが、単に国会の中をデジタル化、あるいは霞が関省庁をデジタル化するだけではスマートシティとはなりません。都市 OS に乗る形で霞が関と永田町の首都中枢機能をクラウド化、アプリ化すれば、感染症や自然災害、あるいは安全保障上の問題で、仮にこの地域が使えなくなったとしても、他の都市に一時的に首都中枢機能アプリを載せ替えることで、首都機能が維持できます。科学技術イノベーション基本計画の最初の柱である、持続可能で強靭な社会が実現できるわけであります。お伺いしますが、都市 OS に乗る形で、霞が関と永田町の首都中枢機能をクラウド化、アプリ化すべきだと考えますが、政府のご所見を伺います。内閣府、山田科学技術イノベーション推進事務局統括官。お答え申し上げます。スマートシティの都市 OS は、先ほど委員からご紹介いただいたとおりでございまして、スマートシティにおける機能やデータの連携を実現する際の基盤となるシステムでございまして、今のところ、まずは主に住民向けの提供を目指すスマートシティのサービスに応じまして、各地域で整備が進められているところでございます。このため、現状では政府、首都機能をクラウド化、アプリ化する具体的な取り組みにはまだ至ってないものと考えてございます。一方で、各地域のスマートシティの取り組みにおきまして、スマートシティの標準的な設計の考え方である、リファレンスアーキテクチャを適用するなど、スマートシティの分野間、都市間のデータの連携や、サービスの総合運用を容認する仕組みの検討、構築を始めているところでございます。今後、このような共通の枠組みのもと、スマートシティによる地域の公的サービスのデジタル化が進み、また行政機能のデジタル化が進み、これらの連携が図られることにより、将来的には議員ご指摘の行政機能のクラウド化にもつながる可能性があると考えているところでございます。以上でございます。委員長、伊坂信彦君。ありがとうございます。デジタル化したのに、結局、この霞が関と永田町にいなければ仕事ができない、東京しか首都機能を担えないということでは、持続可能で強靭な社会にはならないということは確認をしておきたいと思います。次に、その先にある首都機能移転について、今日は議論したいと思います。東京一極集中の弊害は古くから言われ、その解決策として首都機能移転が議論されてきました。1999年に国会等移転審議会が移転先の候補として3つの地域を選定しましたが、その後、
政府の方針転換もあり、3つの地域から移転先を絞り込めないという中間報告とともに、首都機能移転の議論が止まっています。しかし、首都中枢機能をクラウド化、アプリ化すれば、莫大な公共事業費をかける必要なく、移転は可能であります。しかも3つの地域で、首都を取り合いするのではなくて、例えば10年ごと、20年ごとに首都機能を順番に移転をしていくということすら可能であります。首都機能移転に合わせて、各地方が長期的な100年単位の戦略を練り、また、首都を運営した経験のあるスマートシティというのが複数できれば、日本の強靭性、持続可能性が飛躍的に高まります。現在、エジプトとインドネシアで首都移転の計画が進んでいます。大臣にお伺いしますが、科学技術、イノベーションによるまずスマートシティ、そしてその先に首都機能移転をビジョンとして位置づけてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。小林国務大臣。先ほどの政府参考人の答弁のとおり、まずその現状のスマートシティの取り組みというのは、まずその防災、あるいは健康、あるいは地域交通、こうした住民向けのサービスを対象としたデジタル化の取り組みを中心に進められております。でこうしたスマートシティの取り組みでは、オープンなシステムによって、相互の連携が図られるように、共通の基本理念、また原則の下で取り組みを進めているところであります。でこの基本理念や原則につきましては、国や地方の行政機能のデジタル化を目指していく、デジタル社会の基本原則と、この共通の方向性を有していると考えておりまして、こうした共通の考えに沿って取り組みを進めていくということで、社会全体のスマート化、すなわち科学技術、イノベーション基本計画が目指すソサエティ 5.0 に向けた基盤づくりにつながると考えております。でこうした取り組みを行っていくことで、議員ご指摘のような行政機能のデジタル、クラウド化ですとか、ひいては社会全体のレジリエンシーの確保にも将来的につながっていく可能性があるんだろうというふうに考えています。でその先にその首都機能の移転につきましては、当然、立法府、司法、さまざまな関係者がいるということもありますし、また委員ご指摘のようにレジリエンスな仕組みになるというプラスの面もあると思いますが、仮に今経済安全保障も担当しているので、国内のその通信状況がすべてダウンして途絶してしまった場合に何が起こるのかとかですね、さまざまなその国家機能をどういう状況であっても維持していくために、さまざまなその複数の視点から考えていく必要があると思っておりまして、そういったことを申し上げた上で、委員ご指摘の点というのは、極めて重要だというふうに考えておりますので、そうした視点も含めてですね、まずはこのスマートシティ進めていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。伊坂信彦君。はい、ありがとうございます。ぜひ今掲げておられる基本計画、結果的にそうなる可能性はあるというところから、今大臣言ってくださったように、やはり首都機能がいざとなれば移転ができるということが極めて大事だと思いますので、そこを目指してやっていただきたいというふうに思います。続きまして、創造的人材、とりわけ優秀な科学者の誘致について伺います。ちょっと時間がないので、3番目1問飛ばしますが、これ私10年来の持論でして、予算委員会でも何度か議論させていただいております。創造的人材、一つは起業家、それから二つ目がアーティスト、デザイナー、そして三つ目が科学者、研究者、この三通りの新しいものを作り出す方々を、もちろん国内でいかに育てていくかと同時に、いかに海外のそういう優秀な創造的人材を日本に来ていただくか、居ついていただくかということが大事だ、こういう考え方であります。でその中で、本日、資料の3、ご覧いただきたいんですが、大変良い取り組みだというふうに思います。世界トップレベル研究拠点プログラム、WPI、まさに日本の中で、特に優れた研究室に、3割の方は外国の研究者を入れるという形で、まさに世界トップクラスの科学者が集まる研究室を毎年少しずつ増やしている、こういう状況であります。
一つだけ問題があるのは、まだまだこの良いプロジェクトが肝心の来てほしい海外の研究者あるいは海外の資金提供者に認知度が低いという課題がございますので、これ質問しようと思ってましたが、ちょっと飛ばさせていただきますが、指摘に留めておきます。その上で4問目、大臣に伺いますが、海外の優秀な研究者を誘致するためにまず第一に言われているのが、やはり十分な報酬であります。ここについては今回も予算などでさまざまな新しい取り組みが出されております。そして第二に、トップレベル研究者がいる、やはり優秀な研究者は優秀な研究者と一緒に仕事がしたいということで、この第二の要素に当たるのが、先ほどご紹介をした世界トップレベル研究拠点プログラムだというふうに思います。その他にもいくつかこの優秀な研究者を誘致するために足りない要素が日本にはあるのではないかと思いますが、大臣のご所見を伺います。小林国務大臣。今一問飛ばされたということですけど、この認知度が低いということについては、しっかりと政府を挙げて、そこの指摘を真摯に受け止めていきたいと思います。それで今優秀な海外の優秀な科学者をどうやって研究者を誘致するかというところにつきましては、これそもそも今人材の国際間のその獲得競争というのは激化しておりますので、これは我が国として本当に力を入れてやらなきゃいけないと思っております。で、当然その外国から優秀な人材を我が国に引きつけていくためには、委員が今ご指摘いただいた報酬ですね、十分な研究費ですとか給与、待遇、研究者支援者などのその研究者本人に対するこのバックアップ、研究環境を充実させていくということは当然重要だと思っておりますけれども、やはりそれだけだと十分ではないというふうに思っていて、やはり家族を含めた生活支援をですね、こうした取り組みを進めていくことが重要だと考えておりまして、今委員がご紹介いただいた WPI におきましても、この海外から研究者を呼び込むための研究環境を醸成することに加えまして、子女教育手当といった家族を含めた生活支援ですとか、ご家族の就職や教育もサポートをしておりまして、こうした取り組みの横展開をさらに図っていく必要があると考えています。第6期基本計画に基づきまして、こうした取り組みを進めていきたいと思いますし、優秀な研究者を海外に引きつけていくという意味では、新たに創設された大学ファンドも活用して、こうした優秀な人材の確保に向けて取り組みを進めていきたいと考えます。伊坂信彦君。ありがとうございます。今大臣が言ってくださった要素、おっしゃる通りで、さらに加えるならば、いろいろな研究結果を見ると、日本であと足りないのが寛容性と言われるようなスコアが、これがやや足りないというふうにも見ておりますので、先ほど議論のあったジェンダーギャップの問題等も含めて、ご検討いただきたいというふうに思います。最後にオープンサイエンスについて伺います。科学技術イノベーション基本計画資料に、この2ページの右下括弧2のところをご覧いただきたいと思います。新たな研究システムの構築として、オープンサイエンスが政策の柱になっています。このオープンサイエンスというのは、研究成果である論文だけでなくて、その研究途中のデータあるいは研究方法なども公開をして、科学者間で共有をしてするという新しい科学研究の方法であります。ある研究者の途中データを、全く別の研究者がそのデータを使って新しい方向に研究を発展されたり、あるいは分野をまたがる新しいアイデアを得られることで、科学技術の進歩が加速をする、こういう話であります。このオープンサイエンスのネックとなるのが、研究者が自分の膨大な途中データを公開共有する作業が大変面倒なことであります。現在政府は、どの研究者が自分の手元のパソコンにどんな途中データを持っているか、こういったことを目録、目次、各自に作ってもらうという第一歩から今始めておられます。しかし、この面倒な作業をして目録や途中データを研究者が公開をしても、それを使って別の研究者が成果を上げたときに、まさにデータ提供者が何の利益もない現状では、データの共有損、取られ損ということになりかねません。そこで大臣に伺いますが、ある研究者が提供したデータが他の研究者に使用されることによって、データ提供者も
その研究成果が一部認められたり、あるいはデータ利用者が得た利益の一部がデータ提供者に還元されるなど、データを提供する側のインセンティブをどう設計するか伺います。小林国務大臣。これもご指摘の点は非常に重要だと思ってまして、まあ、これ今後そのデータをいかに集めてそれを解析して使い倒すかっていうのが、まあ、国力を左右する時代に入っていると思っています。これはあの研究データに限らず産業データも同じだと思っていて、よくそのデータのプラットフォームを作るというのは、まあ、言うのは簡単ですけれども、当然その多分そのデータを使う側からすれば自分のデータは出したくないけど他人のデータ使いたいということになるので、いかにそのインセンティブ出してそのインテンシブを作って提供してもらうかということが重要だと思っています。これはあの研究データについてもご指摘の通りだと思っていて、したがって今あの第6期のこの科学技術イノベーション基本計画におきまして、まあ、今政府としては研究データの中核的なプラットフォームや検索体制の構築をして、まあ、産学科における幅広い利活用を進めています。加えてその研究データの管理利活用の取り組み状況を研究者あるいはプログラムあるいは機関などの評価体系に導入して、研究データを提供する人が、まあ、プラスに評価されるようなインセンティブを高めると、まあ、そうした取り組みを、まあ、今足元では進めているんですけれども、その今後ですね、将来的にはやはり産学官による利活用をさらに進めなければいけないですし、このデータの提供者にですね、データの利用者が得た利益というものを還元できる、まあ、そうしたことも視野に入れて取り組みを進めていかなければならないと、あの私自身考えているところであります。江坂信彦君。はい、あの利益の還元というところまで言及をいただきましてありがとうございます。まさに、そういう利益を遡って還元をすると、昔は難しかったんですが、現在デジタルの世界ではブロックチェーンを使った新しいインセンティブ設計の方法が広まっています。プロジェクトの主催者が、まあ、トークンと呼ばれる暗号通貨のようなものを発行して、まあ、協力者の間でトークンをやり取りしながら仕事を頼んだり頼まれたりというようなことをしていく、まあ、あるいはデータ出してください、データ使わせてください、まあ、そういうことをトークンを介在してやっていくと。でプロジェクトが成功すると、まさにそのトークン自体の価値が上がって、プロジェクトに貢献した人ほど、まあ、多くのトークンを持っておりますので、その分多くの利益分配が得られる、まあ、こういった形であったりとか、あるいはプロジェクトに貢献して多くのトークンを持っている人ほど組織の中で発言権が増す、DAO、DAO と呼ばれている分散型自立組織という新しい組織形態もデジタルの世界では始まっています。ブロックチェーンの技術によって、ある研究成果に使われた途中データ、そのデータを導き出すのに使われたもう一つ前の研究データ、まあ、こういうふうにどんどん遡って、すべての使われたデータを記録するといったことも可能な時代に入っています。20年前に自分がやった実験の途中データがもう回り回って巡り巡って今年のノーベル賞研究に貢献をしていた、まあ、こういうことも追跡可能になっています。我が国で今おっしゃったような産業分野ごとに素材とかゲノムとか一部の研究分野でオープンサイエンスのプラットフォーム作りが始まっています。ぜひ今いろんなプラットフォームがある中でブロックチェーンを活用したソーシャルトークンや DAO、分散型自立組織などのインセンティブ設計をいろいろと施行すべきではないか、大臣のご見解を伺います。はい、小林国務大臣。今委員からソーシャルトークンですとか、まあ、いわゆる DAO の、まあ、新しいこの技術 の話を出していただきまして、さまざまな視点を提供いただいていることに感謝申し上げます。で科学技術イノベーション分野におきましても、先ほど申し上げた中核的なプラットフォームですとか、またそれに加えてその材料分野あるいはライフサイエンス、こうした研究分野ごとのプラットフォーム、この構築というものを通じて、まあ、研究データを保存し、まあ、共有し、また公開していくための取り組みというものを先行的に行ってきているところであります。でこうしたプラットフォームの構築にあたりましては、最新の知見を活用して、まあ、より効果的に研究データの幅広い利活用を進めていくことが重要であるというふうに考えておりまして、Web3、Web3.0 に代表されるようなブロックチェーンなどの新しい技術の活用も視野に置きながら、
データ提供者にどうすればそのインセンティブを与えられるのか、こうしたことをしっかりと考えていきたいと思いますし、より信頼性の高い強固なプラットフォームの形成にこれからもしっかりと取り組んでいきたいと考えます。じゃあ信彦君、ありがとうございます。終わります。次に藤岡隆雄君。